新型コロナウイルスの感染拡大で、東京オリンピック・パラリンピックが1年程度延期されることが決まり、一夜明けた東京都内では、カウントダウンの時計が現在の時刻に直されるなど、対応に追われています。東京駅前に設置されているあちらのカウントダウン時計ですが、延期が決定した今は3月25日9時2分と、今の時刻を示しています。東京駅前広場にあるオリンピックのオフィシャルカウントダウンクロックは、今日開催日を知らせる表示から現在の時刻に変更されました。オリンピックのマスコットには、東京2020と書かれています。名称が変わらないため、当面このまま展示されるということです。一方、東京都では、延期後のオリンピックも東京2020として開催されるとの見通しから、現在の垂れ幕などは継続していくということです。一晩明けて、まずはほっとする部分もあるけれども、いや、これから大変だなと、コロナ対策ですね、感染症対策、これをやらないとですね、何も進まない。